おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらのこくらせというゲームを実況していきたいと思います。皆様お久しぶりでございます。パソコンの不調によりですね、なかなかゲーム実況が投稿できなくなってしまい申し訳ございませんでした。まだねパソコンの調子は悪いままですし、新しいパソコンも買ってないんですけれども、もう我慢できなくなっちゃって、もうカット編集とか全然しなければ、別に動画投稿くらいならできんじゃねと思って今撮り始めました。このこくらせっていうゲームなんですけど、5、6年前ぐらいに流行ったゲームだと思うんですが、今多分ね配信してないんですよね。あ、エピソード1から4は配信されてると思うんですけど、無印があって、無印を当時誰かが実況してるのを見て、あ、絶対私これゲーム実況したいと思って、ずっとやらずにいたゲームなんですよね。こくらせっていう秘密結社みたいなチームが裏でその告白を成功に導くみたいな感じの話だったと思います。それでは初めからやっていきましょう。ゲームシステムとかねあんまり覚えてないから、ちょっといや、やりながら思い出していきたいなって感じですね。お、なんだこれ、女の子のところに男の子が走ってって、でなんか右側に女の子がもう一人隠れてる感じだね。おー、イケメンが出てきましたね。何ですかこれ、告白じゃないですか。もう早速告白じゃないですか。そのもう黙ってんね。好きです、付き合ってください。うわー、一枚絵めっちゃ可愛いじゃん。無言。それだけ。嫌な感じだね。なんでそれだけ、それだけって何？え？それだけなのかい？言うことは。動かないね。これ絶対ナルシストみたいな人だ、多分。心が動かない。平凡なんだな。もっとドラマがなきゃ。要するにありきたりってことさ、この手の告白はね。私あなたにふさわしい子になるように頑張るから。ダメダメ、今頑張らなきゃ、今さ。君が嫌いってわけじゃないんだけど、それじゃね。振り方ひどいね。あらららららら、はあ、ドキドキの経験ってなかなかないもんだね。まあ私絶対この人のこと好きにならないわ。あ、これさっき隠れてた可愛い女の子ですね。ドキ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 。あ、この子もこの人のことが好きなんだ。なるほど。お、喋り始めましたね。私鎌田さくらは小安義光さんが好き。かわいい顔グラ。でもそれを伝えるなんて絶対無理。原因は私の性格。私は極度の上がり症で、小安さんのことを考えるだけで。かわいいね。いけない、こんな調子で気絶しそうになる。ましてや告白なんて、告白。あ、誰？告白。ちょっと大丈夫？どうしたの？女の子だね、この子もね。倒れてたわよ。気分でも悪いの？え、告白のこと考えてただけで今ぶっ倒れてたってこと？結構ひどい上がり症だね。あ、いいえ、すみません。もう大丈夫。なんか上ごと言ってたけど。本当に大丈夫です。どうも。待って。お。え？
悩んでるわね。いえ、別に。そうね。何、この人何者？あの、それじゃあ。この後、謎の女子校、ん？この後、謎の女子生徒が大切なことを言うぞ。彼女のセリフとセリフの色に注目。ドレミ。黄緑色だね。ことの葉。緑色で表示されたセリフ。これがことの葉だ。大切なセリフはことの葉として記憶される。ことの葉記録の意味についてはまた後で説明しよう。了解です。告白で悩んでたら、その言葉を使って。見返りは取られるけど、必ず助けてくれるわ。意味がよく。普通科1年、池袋里穂。彼女を探し出して言うのよ。頼りになるわよ。ぜひ相談しなさい。じゃあね。何者だったんだろう、あの人。操作法、あ、これは大丈夫だね。今の人何言ってたの？追いかけてみよう。このゲームについて、画面の上には現在地と現在操作キャラの顔絵が表示されている。次に何をすべきかは画面の右上に出るので参考にしよう。あ、了解です。で、今ここは校庭で、その鎌田さくらちゃんが追いかけてみようって言ってるってことね。ここかな？もういない。何だったんだろう。いきなり変なことを言われて、先輩のようだったけれど。池袋里穂さんに会って言う？なんだっけ？ことの葉を使う。さくらはさっきあるセリフをことの葉として記憶した。今度はそれを思い出してみよう。ことの葉を使うはメニュー画面を開いてことの葉という項目があるから、そこからドレミということの葉を実行してみよう。 OK です。メニュー開いて、あ、かわいい。現在操作人物、今回の依頼人、鎌田さくら。普通科1年、純真無垢、引っ込み思案、お下げ、小安先輩が気になる。極度に緊張、矢印、気絶する。さっき倒れてたもんね。スズメのような雰囲気、素朴、あー、わかるな、なんか、髪なんかパヤパヤしてるもんね。そばかす、桜の髪飾り、平凡極まりない、かっこ容姿は悪くない。そうね、可愛かったもんね、あの一枚でね。で、ことの葉か、自分の、なんだっけ、ドレミだよね、多分ね、こっちだよね。言い当て。そう、ドレミっていう。そうしたら私の悩みを聞いてくれるって。そう、それでいい。ことの葉仕様はこのゲームでとても重要な操作。悩んだらことの葉を使ってみるといいかも。すごい、すっごい丁寧に説明してくれんね。その子どういう子なのかな。お悩み相談が得意とか。悩み聞いてくれるのかな。どうしよう、聞いてもらおうかしら。池袋さん、他の相談も、他の子の相談も受けてるのかな。私みたいに小安さんのことで悩んでる子なんていっぱいいるだろうし。小安さんを好きな子ってどれくらいいるんだろう。ちょっと会ってみるだけでも。彼女普通科1年だって、私と同じ。じゃあ給湯の1階にいるかも。この手前の校舎じゃなくて、この校舎の裏にある給湯が1年の校舎よね。すごい説明してくれてる、ありがとうさくらちゃん。こっちがじゃあ新校舎みたいな感じかな。で、裏ってこっちかな。これか、これが旧校舎かな。給湯は、奥の校舎。池袋さんはきっとそこの1階にいる。オッケー。じゃあ、とりあえず話しかけていくか。俺らの学年って騒がしい奴が多い気がする。この子かな。ん？誰だっけ？池袋里穂さんですか？そうです。で、誰？かわいい。オッケーってしてる。パッツンだね、髪の毛がね。一年の、鎌田さくらです。鎌田さん。で？教えてもらった言葉を言えばいいのかな。あれか、ことの葉か。オッケーオッケー。自分ので、これ、ドレミ。言い当て。聞こえないよ？どれ？あ、ああ、はい
手は？あ、相手？あ、小安さん。小安。うんうん。それで、いえ、軽くお話。返事は放課後、胸像の頭。胸像の頭？何？え？え？なんて？じゃあ、忙しいんで。あら、いなくなっちゃったね。胸像の頭？お話、聞いてくれるんじゃないの？人変え、呆然とするさくら。池袋里穂はどこかへ走り去ってしまった。彼女は一体どこに行ってしまったんだろう。さあ、人変えで、リホに主役の座を譲ってみよう。人変え、メニュー画面の人変えできる人物が表示されている。池袋リホに人変えすると、主役がリホに移る。あ、そうだね、こういうゲームだったね。人変えっていうので、操作する人物を切り替えて、お話を進めていくみたいな感じのゲームですね。すごい面白いよね、このシステムね。池袋リホちゃん。あ、かわいい、立ちぐら。それでいい。人変えで主役を切り替えながら物語を進める。情報を思い出したり伝えたりしたいならことの葉。この二つを駆使してミッションをこなそう。ちなみに人変えリストでは何かすべきことがあるキャラは黄緑色で、今はやることがないキャラは茶色で表示されるよ。詰まったら黄緑キャラに人変えだ。いや、すっげえ丁寧にチュートリアルしてくれるな。助かる。あの言葉、それは依頼の言葉。私たちの評判もなかなかのもんね。さて、収集よ。池袋里穂、校舎の前にある胸像を使って収集よ。校舎の前ってことはこっちかな。これか。はい、ここにメッセージを残す。よし。赤いスカーフが巻かれたね。創立者胸像にもグラフィックがあるんだね。面白い。すごいしかめっ面してんね。さあ、人変えだ。君の手で主役を集めよう。助言はここまで。健闘を祈る。ありがとうございます。で、人変えができそうですね。はてなはてなはてな、誰だろう。ん、胸像あたりで何か見えるような。あ、これは男の子っぽいね。はい。あらら、おやおやおや。おー、顔グラすごいな。現在捜査人物、小倉瀬メンバー、お茶の水カンタ、普通科2年、動体視力ずば抜けている。おにぎり、梅、昆布、何か見える、カンタのみ。何、なんか霊感があるとかなのかな。ホラー、ホラーオタク。あー、ホラーオタク、なるほど。なんか耳とんがってね。手先が跳ねる、聴力ずば抜けている。長袖ワイシャツ、ネクタイもしている、おどおどしていると。オッケーオッケー。この人も小倉瀬のメンバーらしいね。で、はてなはてなはてな、他のメンバーに切り替えるかな。印の予感、これは女の子だね。はい、てんてんてん。今の子はどういう子だったのかちょっと見逃しましたね。現在捜査人物、小倉瀬メンバー、飯田橋めぐ。後ろ姿なんだね、グラフィックがね。普通科2年、髪飾り、お酒、長い髪、タイツ、80デニール、リーダーの言う通りに、ミステリアス、セーター、いつでも、あ、違った、夏でも。膝丈スカート。なんか全部にハテナついてんね。あれかな、本当に謎多き人物って感じなのかな。で、人変え、もう一人他にもいるのかな。何人いるんだろうね。なんか呼ばれてる気がするなと。ほい。なんかだるそうなキャラっぽいね。あ、急騰3回、僕らのアジトへ。今、秋葉源氏って出てたね。創立者胸像に赤いマフラー。それは彼らの集合の合図である。彼らは一体何者か。ここ、羽里高校で。人から人へ、その存在を密かに。彼らの名は、小倉瀬。読めませんでしたね。早いよ。秋葉源氏、合ってたね。かっこいい。あ、髪長いんだね。池袋里穂、リポリン。へえ、リポリンって呼ばれてんだ。じゃあ私もリポリンって呼んじゃおう。リポリンよろしくね。お茶の水カンタ。あれだね、なんかちょうちんだっけ、これなんだっけ、持ってんね。飯田橋めぐと。このグラフィックでも顔が全然見えないんだな。オープニングめっちゃかっこいいね。代々木玉。
二刀千鶴、鎌田さくら、小安義満、大森かな、しかり源氏、あー読めません。小倉生待って、オープニングめちゃめちゃかっこいいね。これテンション上がるわ、楽しみになってきた。これが最後にあのふわーって言ってた人か。さて、集合合図が出た。アジトに向かおう。僕らのアジト、目の前にある廊下の行き止まり、そのさらに先にあるんだ。行き止まり、これ、ここ、おー、ほんとだ、先に行けたね。なんか骸骨がいる。骨格標本くん、はい。あー、もう話してんね。声どういう感じにしようかな。で、その曲がり角にリーがこうふわーっといたもんだから。ほんと、先輩の話って幽霊のことばっかりですよね。慌てて撮ったの写真、それがこれ、写ってるよこれ。白くて細長いね、どう、やだな、怖いな。猫の尻尾ね。ですよね、どう考えても。いやいやいや、写真だとそう見えるけども、目で見ても同じですよ。猫のお尻も足だって写ってるじゃないですか。動いてるの見たら例なの。猫の形をした例なのかしら。いやいやいや、私には例の映像がちゃんと見えるの。霊感が強いって言ってるもん。なんかね、なんか見えるって言ってたもんね。そうね、はいはい、すごいですね。いや、もうみんな来てるんだね。あ、リーダー。あ、リーダーなんだね、源氏くんがね。ずいぶんのんびりだね、リーダー。こんにちは、リーダー。さてと、なんかすっごいキャラが濃いね。依頼かい？受けたのはリポリンだね。はーい、依頼人は鎌田さくらさん、相手は小安さんです。小安さんってどこの小安さんなのさ。あ、小安さんって名前しか聞かなかったかな。あ、そうだね、そういえばなんか、あん、小安小安って言ったね。リーダー、リポリンじゃこんなもんですよ。なんですか、カンタ先輩、せっかく依頼持ってきたのに。まあまあ、鎌田さんってどんな人？なんかすっごくもじもじして頼りない感じ。つまりリポリンと正反対ってわけだ。あの子自力じゃ絶対無理っぽいですよ。どうやって助けましょうね。依頼を受けるかどうかまだ決めていないわ。そうそう、リポリンの持ってきた話だし、こりゃちゃんと吟味しないと。カンタ先輩、依頼持ってこれなくて悔しいからって突っかかんないでくださいよ。な、何が悔しいもんですか。誤解だな、これ。まあまあ、喧嘩しないで。じゃあ依頼を受けるかどうか考えよう。言うまでもなく、僕ら4人小倉瀬は、あ、4人なんだね、結構椅子に空きがあるけど。依頼人の告白を援助するのが仕事、そして受けた依頼は必ず達成する。あー、そうか、告白をさ成功させる。あ、そうだよね、告白を絶対に成功させるんだ。成功させるために動くっていうだけじゃなくて絶対なんだね。うんうん、今回も。さて、その今回の依頼だけど、依頼人の鎌田さくらは引っ込み思案な子って話だね。そうです。それだけなら簡単な依頼さ。そういう依頼はこれまでにも何度かあった。じゃあ依頼は受ける、決まりですね。私どうしようかね。問題は告白相手。小安というのは普通科3年小安義満のことだろ。ありゃ、リーダーもう知ってんの？うん、その人モテモテなんだ。いつか依頼が来るだろうと思ってたよ。知ってるってことは、この秋葉くんは3年生なのかな、同じく。そっか、有名人なんだ。モテ女だけになかなか難しいよ、地味な女子にとってはね。さて、どうするか。依頼を受ける？もちろん、私は受けるに一票。そう、他は？ほら、カンタ先輩。報酬によるね。リーダー、受けるとしたら見返りに何を要求するつもり？弁当1ヶ月。ちょっと心動くね。な
ですか、私が作ったものは何にも手をつけないくせに。何ここ仲良しだね、なんかね、さっきからね、いいね。私は食べたでしょう、霊界の入り口が見えましたよ、あの時。私は受ける方に。メグモか、さあカンタ、どう？私もリーダーの計画に入ってるんでしょうよ、やりますよ、よし、じゃあ依頼を受けよう。やった！依頼人とターゲットの調査をする必要がある。依頼人はリポリンに、ターゲットはカンタ。わかりました。あいよ。各自自由に動いてもらって構わない。明日の放課後またここで情報共有しよう。よし頑張るぞ。あんまり頑張らない方がいいけどね、リポリンは。じゃ今日は終わり、はい解散。あとリーが出てくる時間だ。早速鎌田さんと話し合わなきゃ。あれ、そういえばリポリン の, あの顔グラのやつ見るだけ見て、なんか説明文読まなかったような気がする。右上のヒントの背景がオレンジ色になると操作中のキャラクターは動かせない。オレンジ色になったらことの葉か人替えを使おう。なるほど。ってことは人替えっぽいね。あ、小倉瀬のリーダー秋葉源氏、普通科2年、あ2年生か、寝癖いつものこと、腕時計10分遅いなんか時間にルーズなのかな、シャツのしまい忘れいつものこと、裸足楽をしたい。なるほど。無気力無感動目立たない。あーやっぱりなんかだるそうな無気力系キャラだったね。鬱陶しい髪の毛、袖まくり過去七分丈、コンビニアンパン牛乳などなど。裾まくり七分丈、あー腕も足も七分丈で生きてる男だったね。なるほどなるほど。じゃあ人替えで飯田橋めぐちゃんに。リーダー私の出番でしょ。僕の思考はお見通しか、さすがだね。いつもこっちが言う前に全部伝わってる。そんなことないわ、指示を出して。じゃあめぐ、お願いするよ、いつものように。ええ、わかったわ。何ここの二人、何なんか言葉がなくても通じ合ってるみたいな。まあね。いいですね。あ、なんかカンタ先輩とそのリポリンとメグちゃんとゲンジ君のこのペアめっちゃいいね。メグはあるミッションをゲンジから託された。さあ目的の場所へと彼女を連れて行こう。そこでゲンジからのことの葉を思い出せ、ことの葉によって行動を引き起こすんだと。なるほどね。じゃあどこに行けばいいんだ。皇帝の胸像の前、リーダーの言う通りに。オッケー。ちょっとね、まだ声が安定しないと思うんですけど、キャラクターをつかむまでは。まあ、あのパートが進むにつれ分かってくると思うので、ちょっとブレても許してください。ってことで琴の葉を使えばいいのかな、これかな。見られてはいけない、誰も見ていない瞬間を狙う。あ、なるほど、ここに2人いるもんね。見てる、見てない、見てない、あ見てる、両方ともそっぽ向いてくれないとダメだよね。見てない、見てない、 OK、 ここ、はい、いい当て。あ見てるけど、あ見られてない、よかった。何するんだろう、またスカーフ巻くのかな。あなんでこれハゲヅラ。これでいい、校舎内へ。 OK、 操作がおぼつかない、なんかすっげーぬるぬる動くから。私の今日の役目はこれで終わり。 OK、 ということは、人替えで鎌田さくらちゃん。池袋さん、放課後にどうのこうのって、どこだっけ、覚えてるはずだけど。そう、さくらは覚えている。リポリンの指定した場所、どこで覚えてるかって、ことの葉さ。すごいチュートリアル本当に丁寧にやってくれるから助かるな。どこ、そうだよね。なんだっけ、なんて言ってたんだっけ。返事は放課後、胸像の頭、オッケー。ああ、だからか、ハゲヅラは。ハゲヅラに何の意味があるんだろう。よいしょ。これ話しかけるか。そこの胸像、しょっちゅういたずらされてるね。これね。これ、この状態でもちゃんとグラフィックあるんだ。めっちゃおもろいな。なんかすっごい、もうしかめっ面で、なんか迷惑そうな顔してんね。胸像もね、かわいそうに。
な、は、はげてる。けどこれ。創立者胸像にハゲ面。それは、依頼引き受けの合図である。はあ、なるほどね。なにこれ。池袋さん、これは何なの？こうして小倉瀬は動き出した。時は変わって翌日のこと。リーダー、鎌田さんのことは任せたって。依頼受けたの私だし、頑張らなきゃ。さて、告白にはやっぱり心の準備が必要よね。そこで、特訓！そう！失敗が許されない本番のために！どんなに上がり症の子だって、何回も練習すれば度胸はつくわ。早速って、そうだ、どこで練習しよう。私が小倉瀬だってバレたら困るもんな。あ、そっか、秘密結社みたいな感じだもんね。人目につかない場所。告白の練習場所、新棟のどこからかな。オッケー。じゃあ、校舎に入ればいいのかな。話しかけていくか。ねみーな、ねみー。ここ、新棟は2年と3年の教室があるな。オッケー、オッケー。うん、びっくりしたねん。急に画面が止まると。よ、リポリンちゃん。あ、これあれじゃない？さくらちゃんに最初に話しかけてた、この、感じじゃない？日本語下手かな。あ、情報屋じゃなかった。あ、情報屋なんだこの子。放送部の代々木たまさん。ね、来たでしょ依頼。あ、あの子たまさんの紹介ですか。しまた面白い展開期待してるわよ。残念、今回はすんなりいきますんで。どうかしら。じゃ、この子なんか喋り方がさっぱりしてていいよね。私のさじ加減かもしれないけど。あれ、放送室に行かないんですか？今日は放送室には行かないわ。鍵はいつものとこ。そうですか、さようなら。そっか、鎌田さん、タマさんから聞いたのね。今日は放送室は空いてる。あ、そうだ、あそこなら思う存分練習できるわ。よし、放送室でやろうっと。タマさんに使用料を渡さないと後で文句言われちゃうわ。売店で買ってこよっと。何、放送部に使用許可を、まあ、得るのか。先生にじゃないんだね。放送部が放送室をこう取り締まってるんだ。もう今なんか文字を読みながら喋りながら進んでたからあれだけど、ここが売店っぽいですね。左側にあるのが売店入り口。オッケー、ここね。おばさん。おや、元気だね。何が欲しいんだい？ジュースください。あ、あとお菓子、パン、あとそれから。買いすぎじゃないのかい？特訓の準備しなきゃって思って。わあ、感心だね。じゃあサービスでいろいろ売ってあげるよ。ごめんね、おばちゃんふざけちゃって。やったん。実はさ、掘り出し物があってね。これでよし。さあ、鎌田さんを探そうっと。私と同級生だったわね。同級生といえば給湯の1階。 OK、 行きましょう。ここ多目的棟は寮か教養、売店に食堂、特別教室なんかがあるわと。あー、寮か、そうだよね。そういえば普通かって言ってたから、ってことはなんか他にも科があるんだろうね。何かだろうね、他にあるの。特別科みたいな感じかな。こっち、あ、行き過ぎた。そうだ、鎌田さんを呼ぶ前にちょっと準備しとかなきゃ。舞台を整えるの忙しくなるわ。特訓の準備ちょっと時間かかるかもということで、じゃあ人替えかな。そうだね、人替えでお茶の水簡単。あ、ちょっと待って、その前に池袋里穂の説明を見ましょう。小倉瀬メンバー、池袋里穂、普通科1年、短めのパッツン。うん、そうね、パッツンだったね。甘党、いっぱい食べるよ。いいね、いっぱい食べる君が好きだよ。ハイソックス、その下は転んだ傷が多数。ドジっ子なのかな、よく転ぶ。赤石玉、なんだ赤石玉って。明るい、天然、ドジ。あ、やっぱりドジなんだね。かんざしでヘアアレンジ。あ、なるほど、かんざしのことを赤石玉っていうのかな。なんだ赤石玉って。で、半袖、膝丈スカートと。オッケーオッケー、じゃあ人替え しましょうか。カンタ君に。
さて、私はやってきました、三回廊下。リーダーの話じゃ、ターゲットの小安氏は3人ってことだからね。あ、BGM めっちゃいいね。これあれかな、一人一人こうテーマの BGM があるのかな。いいねこれね、なんかちょっと不気味な雰囲気というか。彼に関するいろいろを探りましょうかね。カンタの特殊能力、霊が見えると言い張るカンタ、それには訳がある。彼は常人離れしたスーパー視聴覚能力の持ち主なのだ。へえ。 A キーを押せばカンタが能力を発揮するぞ。ほら、見えていなかったものがそこに。近づいてみよう。 OK、 A ね。ほう。おー、なにこれ、ゆっくり動く。 A、 3年の会よ。え、知ってるって。うん。僕に何か用？何もないです。え、これで何を探せばいいんだ。 A キー、待って、なんかいるよここに。え、なに、壁を透視できるってこと。すごくね、それなんか。え、壁を透視できるって普通に超能力者じゃない。まあそうか、スーパー視聴覚能力って言ってたもんね。能力だね、確かに。で、壁の向こうの男子生徒、小安の野郎、またラブレターもらったってよ。体育館裏に呼び出されたや、行っちまったよ。なるほど。ありゃりゃ、いないのか。しょうがない、追いかけますくん。小安氏は体育館裏に行ったってに。オッケー。なるほど、霊が見えるんじゃなくて、なんかいろんなものがこう何、投資して見えちゃうみたいな、投資能力の持ち主みたいな、そういう感じ。あとあれだよね、視聴覚能力っていうことは耳もいいんだろうね。聞き耳立てるのも得意かもしれないこの人で。体育館裏で多分ここでしょ。あってたね。言いました言いましたと。おや、取り組み中かね。あら、行っちゃったね。あら、行っちゃったね。あらららららら、行っちゃった。まあ、いっか。大きな収穫もあったしね。小安氏、また一人女子を振る。いやー、私とは住む世界が違うね。あれか、相当顔がいいんだろうね。なんか、こう、私は最初のさ、振り方を見てさ、私絶対嫌だわって思ったんだけど、相当顔面偏差値が高いのかもしれない。小安氏の調査はもうおしまい。ついでだから私はここで霊を探し。ん？なんか飛び出てきたね、女の子がね。いやだな、困ったな。先客がいるよ。私は、あ、違った、あそこは私の特等席だってのに。こりゃ小安氏モテモテってのも相当だね。追っかけまでいるんだから。ん？ありゃ。顔グラがあるってことは結構重要人物なのかもしれませんね。なんか様子がおかしいね、あの女子。例にでも疲れちゃったのかね。恋の例になんつって言うと、バハハハハ。あー、ちゃんと自分で笑ってんね。プー、クスクス。このジョークいいね。今度アジトで使って。ありゃ言っちゃったよ彼女。なんだったの。なんか気になるんだこれが。私はちょっと彼女の後をつけてみようかね。謎の女子の後をつけてみようか。私の霊感で彼女の残像思念が見えるよ。やばいなこの人。あ、本当だ。いやー、これはもう超能力者だね。こっちに行ったのかな。こっちかな、違うっぽい。あ、こっちっぽい。なるほど、こっち側に行ったんだね。オッケーオッケー。あー、いた。うん、何ブツブツ言ってんのかね、あの女子高生は。まさかエクソシストが必要なんじゃ。サクッて見た方がいいんだな。何言ってんのか、私の霊感であの女子の思念を探る。これで動けなくなるんだ。なるほどね。あとは勝手に聞いといてくれるってことかな。ってことで、あれでもまだ黄緑色だね、監督ね。まだすることあんのかな。琴の葉？ん？居合わせ？こっち？あれ、でも特に何もないか。じゃあ人替えでいいのかな。じゃあ人替えで池袋里穂ちゃんに。さあ、放送室の準備も OK？ さてっと、鎌田さんを呼びに行こう。今度こそ1年生の教室に行かなきゃ。ここは新棟だけど、ここの渡り廊下からすぐ急棟に行けるわ。鎌田さんはきっと給湯1階に。 OK、 ここから行けるんだ、繋がってんだね。 OK OK、 いいね。で、新棟に通じる渡り廊下2階にしかないのよね。なるほど。 OK OK。
2階にしかないことは何か関係があるのかな。この辺？あ、いた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 。はい。はーい、蒲田さん。あ、池袋さん。で、どう？同意した？え、何を？見たんでしょ？ハゲヅラ。あ、ええ、見たけれど。オッケー。これからはさくらちゃんって呼ぶね。じゃあ行きましょう。え、どこへ？ここじゃ話せないでしょ？だから秘密の場所。ああ、お悩み相談。でも秘密の場所って別にここで。いいわ、私が背中を押してあげるから。ほら行こう。ちょっと。何が何だかわからないさくら。さあ彼女を放送室まで押していこう。もしも彼女が隅っこに詰まってしまったら、さくらのそばでスペースキーを押せば位置が入れ替わる。こういうことかな。ああ、オッケー。さくらちゃんを押して放送室へ。放送室は新東渡り廊下のすぐ横。あ、なるほど。これで外から行ったり来たりするのは確かに大変だから、こうやってちゃんと通じてるって感じなのか。なんだ？あ、え？あ、わ、こや。どうしたの？鶏みたいな声出して。小安さんが前から来てる。え、あ、小安さん？あら、来てるね。かくまってください、お願い。は？小安義満は真正面しか見ていない。急いで彼の視界の外へ桜を動かそう。 OK。 はい、これでいいのかな。とにかく桜ちゃん、小安さんから隠せばいいのね。行ったよ、小安さん。あ、はい、ありがとうございます。こんな調子で大丈夫なのかな。せっかくね、話しかけるチャンスだったのにね。さくらちゃんを押して放送して。オッケー。これは変わらないね。このままこうやって押してって、で、はい、こっちですよーんって。はい、ここです。来ました。さあ、ここ入って。ここって放送室？そう、私のコネで出入りは自由。本当なんですかそれ？硬い。敬語なんてなし。同じ学年でしょ？私、人と話すのがちょっと苦手で。そこよそこ。告白って度胸がいるんだから、度胸つけないと。ちょっと度胸をつけてあげようかなって思ったのよ。要するに練習。ちょっと、告白って。あれ、どうしたの？告白。そんな飛躍。もう、どうしたの？告白したいから。ちょっと待て。水飲みます。あぶね。なんかヒュッて入ってむせるところでしたね。もうどうしたの？告白したいから私たちに依頼したんでしょ？依頼？私意味が全くわからない。ただタマちゃんにこうそそのかされてというか相談した方がいいよみたいに言われて相談しただけで、告らせってことは多分さくらちゃんは知らないんだろうね。この後に及んでとぼけるなんて、こりゃあなたの臆病も相当ね。腕が鳴るわ。池袋さん、なんか怖い。放送室でさくらちゃんと特訓よっていうことで、ね、じゃあ人替えすればいいんだろうけど、じゃあ今日はこの辺で終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。面白いねこのゲームね。もう数年前の記憶すぎてすごい薄れてたけど、やっぱシステムもこのキャラクターもこのなんかこう過去を成功させるっていうために、私が自分で動くのもすごい楽しいです。じゃあ続きやるのが楽しみですね。ぜひ皆さんも続きご視聴いただければと思います。それではおつぴよでーす。